たので始めさせていただきます。ただいまから土俵町商店街クリスマスイルミネーション点灯式を行います。点灯してくださるのは土俵町商店街会長の小林光則様、大町自治会長の大町自治会長の中野浩司様、真岡市市長で真岡鉄道社長の井田隆一様です。どうぞ前の方。これちょっと来て、あれだからな、もう用意しといて。どうかするの？それでは点灯を押していただきますが、合図をしてくれるのは地元大町の子どもたちです。自己紹介お願いします。真岡小学校4年井出優衣です。真岡小学校2年の尾優奈です。はい、ありがとうございます。それではですね、子どもたちが5、4、3、2、1点灯と合図いたしますので、その合図に合わせて押してください。それでは始めます。5、4、3、2、1点灯。おお。伊勢ル九六館リング場、去年と同じような形で過ぎました。素晴らしい。そしてまたこちらの、はい、ありがとうございます。本日の、司会を務めさせていただきます沖縄町商店街入江です。よろしくお願いいたします。SL の方もね、ただいまから関係各位の皆様からご挨拶をいただきます。それではまず主催者であります沖縄町商店街会長の小林からご挨拶を申し上げます。いいね、皆さんこんばんは。いいですね。本日はお忙しい中、沖縄町商店街クリスマスイルミネーション点灯式に参加いただき誠にありがとうございます。去年からこのイルミネーションの授業を始めましたが、今年は国の地域振興の方針があり、国からのことを受けて、よかったら撮っていいですか？ということをうれしく思います。これからも沖縄町、大町、そして大町市振興のために頑張ってまいりますので、何度もよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございます。地元大町、市会長、中野様からご挨拶いただきます。皆さん、こんばんは。地元の市会長として、この金属館を綺麗に飾りました。大変ありがたいです。皆さんもぜひ、夜もこの金属館の方においでくださるようお願いして、簡単ですが、お祝いの挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。